皆さん、我々ブロックスルーツをかれこれ、まあ、2年ぐらい実況していると、いうことでですね、もうかなりのたくさんの動画を投稿して、まあ、日本のブロックスルーツ実況者の中でもですね、知名度はある方じゃないですか。まあ、今回はそんな我々にね、お会いしたい方がいるらしいんですよ。珍しくない？ちょっと我々に会いたいって、ぜひともちょっとリリチョさんちょっと会わせてほしいですよっつって、いう話をいただいてですね、こんな奴らに会いたい奴はおかしいだろうってねえ、ということがあるので、まあ、今日はちょっと早速ね、その方をちょっとお呼びしてるんで、頭湧いてるわ、それは言い過ぎやろお前。今から登場する人に対する批判にもなってくるからな。まあお話とかを、今日は聞きながらまったり、ブロックスルーツをやっていければいいのかなとは思っています。じゃあまあ早速ズベコベ言わずに登場してきてもらいましょうか。すいません、お願いします。うん、歩いてきたな、めちゃめちゃ歩いてきたな。こちらの方ご存知ですか？はい誰って、知らないのこの人。邪魔するなら帰ってくれ。アラビートラさん、さあ5倍生、あ、お目が高い。こちら RIP インドラって、頭の上に弟っているよ。入ってる？嘘、お寿司棒で。え、入ってる？これ弟って赤文字入ってる？いや、なんかモザイクかかってて、俺の画面今モザイクかかっててわからない。弟くんのこと考えすぎ。なんか頭に RIP インドラって俺書いてるわ。皆さんこちら、なんと、シャラップゴミカステラ、黙れとお前。うん、静かにしとけと。RIP インドラ、ブロックスフルーツの作者。なんとついに、ブロフルの作者さんが、我々の前に現れてくれました。はい。あの皆さん拍手、まずは、拍手、ありがとうって、おーって。こんなとこ来てないで、どうしたの、なおくん。アップデしてくんないっすか？気になるじゃん、やっぱ。みんな聞きたいこといっぱいあるでしょ？アップデのこととか、まあなんならアップデ次何が入るのかとか、もう今回本人を呼んできて、もうね、何でも話してくれるらしいの。あとはほら、背中のね、トリプルダークブレードとか。これガチだからね、みんな、これ本物。カサくんおいで。ダークブレード課金アイテムあんじゃん。なんとですね、作者だけこの武器、トリプルダークブレードってやつが持てるんですよ。これだから、弟じゃありません、これ本物。左利きって。そうなんですよ、だから、そうそうそう。知ってた？左利きなの、RIP インドラさんって。はい。なので、まあ、今回はね、ちょっとアップデ関連の話、まあ、視聴者も気になってるじゃん。まあ、いろいろね、お話を聞いてですね、今後、ブロックスルーツどうなっていくのかっていうのを聞いていければいいかなと思いますんで、まあ、いっぱいね、こういった RIP インドラさんに、まあ、聞きたいことあれば、コメント欄に書いてください。もしかしたら、コメント欄に本物の R、だからこの動画を、ね、RIP インドラさん見てくれると思うの。だからやっぱ高評価とか、コメント、いっぱい書いてくれたら、日本の皆さん、つって、インドラさんが挨拶してくれるかもしんないから、はい、皆さんよろしくお願いしますね。はい、じゃあやっていきましょうか。とりあえずちょっとじゃあ、ちょっと質問していいっすか？ RIP インドラさん。一番聞きたいのは、Wait！ なに？なんか待てって言われたんだけど。Allow me to introduce myself。ああ、自分自身について紹介したいみたいな感じ？このままだとさ、ほら、ローマ字で言いづらいじゃん。サコバイセ、某青いキャラクターからさ、こんにゃく。翻訳してくれるこんにゃくあんじゃん。ちょ、あれ食べたら、ちょっとあれなんですよ。日本語でいけるんですよ。ああ、ちょっと出せる、それ。ちょっと提供してあげて。うん、セルポ星人さん。何やこの顔って話ですけど。あるよねって、そうそうそう。ちょっと渡して渡して。皆さん、こっから日本語でね、聞こえるようにしましょう。うん、サコエも、日本語になるんで。あ、ちゃんと渡した？あ、今なんか食べてたね、そういえばね、なんかパクパクね。インドラさん、こんにちは。おいや、でもね、みんなこういう茶番劇が見て、茶番劇って言っちゃダメだね。こういうのが見たかったんだって。視聴者からすると。だから視聴者います。多分すごい喜んでるよ。こういう動画の撮影久々だからね。すっごい喜んでると。あ、じゃあすいません。インドラさん、じゃあ自己紹介お願いします、まず。はい。私の名前は、インドラ全員知ってるだろ、これ。ブロックスルーツの制作者であり、ゲームディベロッパーです。かっこいい感じで言ってるよね。厳格な雰囲気なんだ。ちょっとなんか大人びてる感じだね。いや、日本の皆さんみたいなテンション高い感じじゃないんだね。私は今、日本に留学しており、日本語を勉強中です。あ、そうなんだ。日本語習ってるんだ、インドラさん。へえ、今こっちにいるらしいわ。ちなみに今、日本のどこにいんの？ねえ、日本のどこら辺にいんの今。東京？宮崎県です。俺がいるとこやっけ。俺宮崎なんで、皆さん。俺宮崎県生まれなんで。俺会えるやん。次回の動画みんな RIP インドラに会ってみたじゃん。行けるって次。俺会ってくるわ次回。会っていただけるんですか、インドラさん。じゃあ。一緒に小倉のチキン南蛮とか食べに行きます。はい。ぜひ会いましょう。
PVP してみたい子って。RIP インドラと PVP もできますよ。本当に。直接会って仲良くなりたいですね。フットワーク軽いね、かなり。リアル PVP できますよ。こんなもんですか？自己紹介まだあります？はい、以上ということなんですね。で、まあ大体自己紹介は済んだということで、じゃあもうこっからさ、じゃあ視聴者、もう一気に我々ズバッて言っちゃっていい？インドラさん、あなた、1年以上アプリ入れてない。アイコンすら変わってない。去年のクリスマスから。ね、そろそろアップデート入れてもいい気がするんですけど、今、アップデート内容とか、そこら辺、アップデートって、そう、何があったのかなっていう。クリスマスから1周年、ろくなアップデート入ってないんですよ。インドラさん、今どういう状況なんですか？プロフルは。日本に来たのはここ1年で、はい。少々バタバタ？日本に留学したからってこと？あ、そうなんだ。ゲーム制作よりは、日本に来て、それの関係でアップデートができていなかったです。すごい1年で日本語がネイティブリー。ちげえよ。これだって、あれでしょ？翻訳こんにゃく食ったんでしょ？ね、翻訳こんにゃく食ったから今日本語ペラペラなんじゃないの？え、食ってないってこと？翻訳。食わずにこんな今ネイティブになってんの？あなたの日本語って。少々バタバタはネイティブだよ。最初から英語できたのはなんでだよって。まあまあ皆さんいいじゃん。自己紹介ぐらい英語で行きたかったんですよ。まあだから、アップデートは入れることができませんでしたよと。まあいうことで、じゃあ、弟くんじゃない、インドラさん、いつ頃入れるんですか、アップデート。いつ入れんの？今年の12月頃を予定。言ったら本当だな。来月なんだな。みんな来月だって。入れてくださいよ、本当に。巷じゃ、それこそ今年の冬にバンダイナムコさんが作るなんかワンピースのロブロックスゲーム、グランドアリーナってゲームだっけが出るって言われてるんですよ。ロブロックス上に公式のワンピースゲームが。だから、それの関係で、ブロフルとか、キンレが消されるんじゃないのか、みたいな話で今、持ち上がってたの。いろんな話題が。それではない。公式のワンピースゲームが出るから、ブロフルもうアップで入れないようにしよう、みたいな、そういう話ではなかった。知らなかった。ああ。じゃあ関係ないかもしれないですね。だからまあ、ワンピースの公式ゲームが出るからといって、ブロフルとかキンレが消されることはないのかも、知れないですね。まあ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 。じゃあちょっともっと聞いてもいいですか？次回のアップデート内容ちょっともう先行公開しちゃいましょうよ。何が入んの次回から。こんなに1年以上待たせといて何が追加されるんですか？まず申し上げますと、おー、第4の海が追加。フォースシーだってやったじゃん、みんな念願の。ねえ、もうシャルネーとか行きたくて仕方ないでしょ。もううずうずしたでしょ、レベルまで上げてて。寿司ボデーもね、もう今すぐにでも行きたいでしょ。フォースシー動画班のことを考えてくれてんのか。セカンドシーにも行けないのに。レベ上げまたやんなきゃいけないのって。やっぱインドラさん、なんとかなんないのこのレベ上げ。まあ、いや、一旦聞きましょう。フォースシーが追加で、何あとは。新しいフルーツ、リカが追加されます。あー、なるほど。ゴムゴムが覚醒してそれになるわけじゃないんだ。新たに1個追加されるんだ、リカ。やったじゃん、みんな念願の。にわかじゃん。ゴムゴムフルーツがさ、ニカになるわけじゃなくて、単体でニカが出るらしいよ。はい。あとは、せっかくワンピースと離れたデザインにするのにね、ってそう。結局またワンピース路線に戻すんかっていうね。ゲームバランス上そうしなければいけなかった。まあ、仕方がないね。あと何が追加されんの？いいね。フォースシートニカですよ。やっぱでかいよね、それはね。ちょっと言えないだってみんな。これ以上は秘密だって、やっぱ。ね、わざわざ日本の YouTuber の私めに全てを伝えると良くないじゃん。ここで一回とどめておこうと。こうご期待です、だって。じゃあ逆に動画班なんか質問とかありますか？やっぱさ、ブロフルの制作者さんですよ。はい、サゴパイセン。せっかくだからね、聞いとこうよ、質問いっぱい。1位、クリエイターの端くれとして聞きたいんですけど、やっぱチームで作るじゃないですか、マップを。サボる人が出てきたら、どうしてるんですか？確かに。ね、ブロフルのアップでサボる人いるかもしれないよね。作ったりとかね。そのような人が出ないように、私はメンバー全員の弱みを握り、かなりブラック企業を疑うんですけど、なんちゅう作者やっていうね。ならアップで入れてくれよって話ですけど。やっぱほら、何？海外禁酒。そうです、大丈夫それ。その発言。あ、海外はそれやってるんだ。海外の企業は全員そんなことやってるんだね。文化が違うんだね。私はそんなこと思いませんよ。
あの、三国パイセンはそう思ってるって話ですから。はい。他になんか聞きたい人いますか？あ、じゃあ私からいいですか？なければ。インドラさん、今、あの、彼女とかいるんですか？女の子。好きな女の子とかでもいいし、恋愛。ちょ、インドラさんの恋愛事情聞きたいですよね。恋心を抱いている相手はいます。あー、なるほど。いくつだやめて、つぼったーって。つぼんな、寿司。お前、失礼だろうが、お前。お前、インドラさんだって恋するんだぞ、お前。失礼な、お前。なぜ笑うのですかって。何爆笑してんだ、お前、ほら。頑張ってたぞ、インドラさんもな。恋話を聞かせてくださいよ。え、どんな感じなの、インドラさん。少し微妙なところがあります。なになになに、言ってみな。ほら、恋愛マスターの3号とか、クロちゃんとかさ、カサ君いるから、ビーンとか。やっぱそこら辺ちょっと聞きな。やっぱな。答えてくれますよ、うちの動画班だったら。インドラさん、任せてください。恥ずかしくて言えない？恋愛初心者しかいねえじゃねえかよ。ちなみに、あの、誰とは言わないけどさ、あの、うちにさ、弟くんっているじゃん。彼もすごい恋愛に悩んでて、嫉妬しちゃうみたいに言ってたわ。え、インドラさん嫉妬とかしないの？別の男の人とちょっとでもなんか話してるだけで、こう心がモヤモヤするって、なんかそれで悩んでるって言ってた。うちの弟くんは。私は独占欲が強い方です。あ、インドラさんも一緒。弟くんの気が合いそうだね。やっぱダメ。自分以外の人間と話してるのダメ。やっぱりちょっと気に食わない。やっぱり。ちょっとでもなんか仲良くしてるのを見ると、それは弱み握ってるぐらいだし。あー、なるほど。やっぱ悩むんだ。やっぱインドラさんも弟くん聞いてるか？今日は来てないけど、この動画多分見てると思うから弟くんいいな。インドラさんも恋に悩むんだから、あなたも悩んじゃダメですよってことだね。これ、海外 YouTuber もやってたことで、ちょっと一個聞きたいことがあって、インドラさんのアイテムボックスの中が見たいんですよ。制作者だからこその、それこそほら、このね、トリプルダークブレードとかさ、秘密の悪魔の実とか、もしも画像を見せれるんだったら、スクショして見せていただきたいなってのがあるんですよね。アイテムスロットに何が入ってんのかなっていう、それ見せれたりします？やった！動画は見せてくれるだって。もしかしたらまだ登場していないアイテムとかを先に見れる可能性あるよ。貼ってくれてますよ、皆さん。はい、見せてもらいましょうか。はい。あ、まず、ダークブレード、あ、カーズドデュアル刀、おでん二刀流、ハローサイズ、これちょっと知らないね。あ！おい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 、みんな待って。あるじゃんか。テストプレイで多少欠けているアイテムもある。トリプルダークブレード持ってんじゃん。ほら、ちゃんとほら、ミスター・ビーンが映ってるからさ、ちゃんと所持しているわけですね。ミッドナイト・ブレードとか知らない。すごないですか？どう動画班これ見て。もっと喜べよ動画班。だって、ありえないぞ本来な。トリプルダークブレードなんて作者しか持ってないから。画質悪いのは気のせいですからって。え？いやいやいや、何言ってんの？なんか、レアちゃんの方がな、回線が悪いんじゃないの？いやいや、画質一緒じゃん、ほら。綺麗、綺麗ですよ、一緒ですよ、お前。シャラップ、ゴミレア。しかもトリプルだけかーって。まだあるんすよね。兄さん、あの、悪魔の実とか見せてよ。限定の悪魔の実とかないの？まだ出てない悪魔の実。テスト用のゲームで作っているので、難しいんだ。このアカウントってさ、例えば、レアな実引けたりする？例えば、俺らと、あなたじゃあ、あの、悪魔の実の出る確率変わったりしてる？ちょっとさ、悪魔の実引いてみてほしいなと思って。制作者さんが引いた悪魔の実使いたいなと思うんだよね。せっかくからもらいたいなっていう。コマンドで出すので同じですが、わからない。いや、もしかしたらさ、こう言ってるだけで作者だけ確率上がってる可能性ない？今から一発でレオパルド引き当てるとか、ありそうじゃない？ってのがあるので、じゃあちょっとさ、ジャングル行きましょうよ、ジャングル。ちょ、インドラさん、船出してください。ちょ、インドラさんの運転でみんなで行こうぜ。ジャングルで悪魔の実引こう。ね、せっかくだから。他の動画班が引くのと、弟くんが引くので、インドラさんが引くので何が変わるのかちょっと確認していきましょうよ。うって。はい？あ、皆さん行きましょう行きましょう。いやはや着きましたよ、ジャングル。いやー、ありがたいね、みんなね。お前、インドラに運転してもらってんだぞ、お前。ブロフルの作者に運転してもらうってなかなかこんなさ、ね、ないよ。一回悪魔の実全員引いてください。で、まだ出さなくていいわ。で、インドラさんも引いて。で、インドラさんがレアな実、ちゃんと当てれるのかどうか見ていきましょうよ。そこなんか変わるのかどうかね。引きまーす。お金が足りません、私めは。私め引きませんでした。はぁはぁはぁ。じゃあまず動画班から見ていきますね、インドラさん。はい、じゃあ、ナオくん見せて。
はい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 。かわいいね。かわいい悪魔の実で、ほら、あくびしてるもん。うん、ありがとう。はい。シラジアスゴニゴニさん。あー、まあまあ、ロギアね。まあ、初動は全然悪くはないんじゃないんでしょうか。はい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 。レアちゃんは期待して。はい。はい、シャルネー。カサ君。おー、はいはい。まあまあ、カサ君悪くないです。はい、セルポ星人。はい、クロちゃん。あれ寿司。ラドウ、多くない？ロケット。1、2、3、4。5人ロケットなんだけど。確率いじられてる？インドラさん、あなたやった？もしかして。このサバの確率いじった？わら。おい、意地悪してるぞ、インドラさんが。マジ？じゃあ、そんなインドラさん、見せてください。お願いします。マジかよ！インドラさん、一発で、レオパルド当てて、それは今落とせますか？そんな失礼なこと言うな、お前、こら。お前、失礼な。インドラさんのレオパルドだぞ。床に落としたら汚くなるでしょうが。ねえ、汚れたら食べづらいでしょ？だから、落としちゃダメ。本当にすいません、うちの動画班が失礼なことばっかり言って。いや、すごいね。一発でレオパルドですよ。笑いが止まらん。笑うな、お前、こら。なんつぼっとんだ、お前、こら、寿司。食べてるシーンも欲しいだって。食べれる？じゃあ、インドラさん。ちょっとこれ、食べれる？ぜひ食べていただきたいですね。はいって。どうぞ。お！すごーい！インドラさんの貴重な食事シーンですよ。主食がレオパルドらしいからね。インドラさんって主食レオパルドって本当？あー、素手で食べてるんだ。すげーな。はい、だからまあこれはね、さすが作者さんっていう感じですね。じゃあさ、インドラさんと PVP したくない？やっぱ作者ってさ、作った側じゃん、ゲームを。 PVP したらいかがなものかっていう。そう、まずは1対1だけど全員対インドラさんみたいな感じのもちょっとやりたいかなと思うんで、じゃあちょっとポータル、ぜひともコロッセウムに飛ばしてください。懐かしいねー。天才軍 VS アメリカナンバーワンヒーローはここでやりましたよ。 PVP 懐かしいねー。ラノ君、1年半前ぐらいだよ。なんならもう2年ぐらい経過しようとしてんじゃない？まだラドン君が若かった時ですよ。ラドン君がまだ高校1年生の時だよ、2年前なんて。あ、ごめん。あ、今も高1か。あの時の撮影の時も高1で、今も高1で年齢上がってないか。うん。来年もね。何来年もねって。来年は進級するでしょ、ラドン君。え？ RIP になっちゃう。名前 RIP ラドンに変更？来年も、まあ、とりあえず一旦ラドンの話は置いといて、RIP 留年？表示名それに変更してこい、この後。いいな。はい、じゃあ、戦いたい人いる？インドラさんと戦闘したい方。じゃあ、まず3号、パイセン。はい、お互いにPVP できる状態ですか、今。PVP は。ゲーセルポーってね。さあ、やっていただきましょうか。インドラ VS セルポ聖地。あ、ちょっと待って、いいよ。勝ったら RIP の称号もらえるよ。さあ、いいですか、お互いに。じゃあ、行きます。位置について、よーい、スタートー、いけー。さあ、二人戦いが始まりました。一発勝ちました。ワンパンで勝ち上がった。待って、今、こっそり今、トリプルダークブレード一瞬抜刀した、もしかして。他に戦いたい人、他にいるか、お前らの中で。俺なら見逃しちゃうねって。やばい、俺全然見えなかった。あ、俺がって。有能団の隊長ですよ。いけるな、奥。あんた勝てる？なんかさ、あんま動いてなかったように見えるんだよね。あれはさすがに、気を使ってる。はいはい、忖度した。わかりました。じゃあ、行きましょうか。インドラ VS ナオ君。ちゃんとやってくれるみたいです。位置について、よーい、スタートー、いけー、やれー。あ、いい感じじゃない？あれ ?PVP 入ってる？あ、入っとらんやん。懐かしいって、あ、すいません、もう一回行きましょう。ごめんなさい、懐かしいですね。PVP オフになってるやつ。じゃあ改めて行きます。位置について、よーい、スタートー、いけー。って。じゃあ、別の人も行こっか。シラスくん。シラスくんね、やらせとか大嫌いなんですよ。マジで、こいつは、あと負けず嫌い。真剣にやらないと、もう気が済まないみたいな。もうそうだよね、シラスくんね。PVP において。全然やるよって。オッケー、じゃあ PVP できますか、お互いちゃんと。おーい、いいねー、大仏ですよ彼は。シラスやズゴニョニさん。じゃあ二人行くよ。位置について。
よーい、スタート、いけー。待って、近づく前にやられたぞ。弟くんじゃない、インドラさん何もしてないよ。これってもしかして、未実装の覇王色。インドラさんもしかして、これ覇王色あなた。これ以上は言わないでおきましょう。やばすぎ。何もできなかった。やらせを嫌うシラスくんが一瞬でやられたんだよ。これは本物ですよ、視聴者さん。やばすぎ。全員で行きますか。もう全員で戦って勝てるのかどうか見ていこうぜ。さすがにさ、全員ならインドラさんといけるでしょ。じゃあみんなおいでこっち。私はちょっとカメラまで見とくね。ほら、これだけの人数差がいればさ、いけるでしょう。お前ら準備できたか？いいか、全員でかかれ。ボコボリしていいから。はい、行きまーす。じゃあ、全員対インドラさん、位置について、よーい、スタート。いけ、かかれ。さあ、いけいけ、やれ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 。インドラさん、インドラさん、あれなんかインドラさん押されてない？気のせい？あれ最強じゃなかったっけ、インドラ。覇王色使ったら一瞬なってたけどな。うん、結構苦戦してそうなイメージなんだけど、インドラさん大丈夫そう？インドラさんボコボリされてない？あなた手加減されてるって。インドラさん、インドラさん、あなた体力ない。インドラー、空気を読めないバカが多いようですね。口悪いね、インドラ。まあまあ偶然我々に手を抜いてくれたんですかね。背中に剣が一本多いですよ。おっと、あれ？トリプル超えてない？あれ、なんかみんなおかしいね。トリプルダークブレードって言ってたのにさ、これは未実装のボールでした。やっぱ配布のやつとは違うのか。へえ、4本のダークブレードだ。時代は4刀流ですよ。え、逆にさ、どう持つの？ 4 刀流って。口で持つのさ、両手に持ってさ、あと1個どこなの？また。あ、おまたに挟む。またに挟みます。あ、おまたに挟むんだ。ダークブレード。あ、そうなんだ。動きづらそうだけどね。いける？おまたに挟んで。ダサすぎやろ。海外だとそれがもうかっこいいみたいな、感じなんですかね。さあ、ということで皆さん、4刀流、追加されるのかということで、じゃあまあ、以上にしましょうか。はい。ということで、今回はね、インドラさんに、ちょっと来ていただきましたんで、よろしくお願いします。まあ、12月、もしかしたらね、報告があるかもしんないよね。アップで入らないかもしんないみたいな予定が入って、無理かもしんないと。いう場合はですね、またインドラさんから報告があると思うので、インドラさんのツイッターをね、確認していただけると嬉しいです。あと、インドラさんなんか今、別ゲー作ってるんだっけ？新しいゲーム、インドラさん。来週あたりにできる？インドラ。来週あたりになんか完成するゲームがあるらしくて、ブロックスフルーツ2です。そうなんですよ。しかも、動画版が登場します。来週完成するゲーム、なんとちょっと裏で、ちょっと電話で話して、インドラさんつって、動画版出してくんねえかつって、やってくれるらしい。動画版も登場するみたいなんで、皆さん、お楽しみにと、オーマイガーって、いうことでですね、今日の動画は終わりにしたいかなと思います。インドラさん、ありがとうございました。ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。